鳥山と平石の英文購読。こんにちは。はい、こんにちは。7回目？6回目？7回目？7回目ですかね。7回目ですね、はい。もう半分折り返してきたっていう、ね。早いですね。はい、早いですね。はい。で、今週も引き続き、この、VR の、論文を、はい。残りをですね。はい。で、例によってね、画面の一部、名前を消してなかったことに今気がついたんで、それをやりつついきますけれども。はい。課題の1が、ですね、そのモデレートなポジティブコリレーションがアクチュアルハンドサイズとオーバーエスティメーションバイアスにあってうんぬんみたいなのが結果ではどの部分に該当するかというのと、これがまあ具体的にですね、どういうことなのかというのをちょっと説明してくださいという課題だったんですけれども、まあ皆さん割とですねよくできていて、まあ、結果のどの部分に該当するかっていうのでちょっと違うところをですね挙げている方とかもいたんですけれども、うんうん、まあみんな良かったんだけども、じゃあそうね、イラハさんも結構、イラハさん良かったかな。そうですね、はい、イラハさんをじゃあ、はい、フィギュア3の PSE 条件に相当すると考えられる、A significant correlation was found only for the PSE。実験参加者の実際の手のサイズが小さければ小さいほど、彼らが認識する仮想の手のサイズも実際の手と比べて小さくなる。この仮想の手を過小評価することは、つまり実際の手の大きさを過大評価していることと同義であるということであり、この関係には正の相関が見られるということ、もうちょっと一応確認しますかね。ごめんなさいって言ったりしますけども。この図ですよね。今見えてますかね。はい。これの左側、PSE ってやつですね。で、手の大きさが、横軸で、縦軸が PSE。うん。で、この PSE っていうのは、Perceived Subjective Equality でしたっけ？なんかそんな感じの、はい、そんな感じなので、ポイントオブサブジェクティブイコリティですね。ポイントオブイコリティ、はい、だからこの縦軸でこの丸の一つ一つっていうのが、それぞれの回答者の、回答なんですよね、いろんな条件での、うん、ちょっと色がこう、ね、よく見えてないんですけども、うん、例えば一番左下の左側の一番下のやつ、これピンクですか、色は。そうですね、だからポストの方ですね。ポストの方ですね、うん、こういうね、色弱気味の人に見にくいカラー、うん、やめていただきたいんですけども、うん、の、丸ですから、コングルーエントのディスタンスですね、上にありますけども、はい、遠くに手があって、画面上でも遠くに手があるように見えているのの、実際に手を動かしたりしたっていう作業をした後のポストの方でのやつで、これが 0.8 よりちょっと上ぐらいっていうのは、これはどういうことかというと、手の大きさが14センチよりちょっと大きい、14.2 センチぐらいですかね、の人が画面の中で 14.2 センチぐらいの、14.2 センチかける 0.82 ですね、だからだいたい 80% ぐらいの大きさの手を見たときに、それが、あ、これ自分の手の大きさと同じに見えますというふうに答えた、うん、ということですね。ややこしい。ややこしい。うん、だから1っていうのが、実際の手のサイズと、全く同じ、そう、うん、ように感じ、同じ大きさの手が画面の中に出てくると、あ、これが同じですって答えたはずなんで、うん、VR 空間でも同じに見えたらみんな1になるはずなんですけども、みんなちっちゃめになってる、うん、だから 0.8 倍とか 0.9 倍のやつがこれ、ね、だいたい1よりは下目に来てますね、うん、どれもっていうことですよね、うん、だから、ものをこうアンダーエスティメイトしてると、いうことになるわけですね、うん、
ということを言っていたんだと。で、結果のところではここに該当していたんだということになります。うん、はい。はい。ややこしい。課題の1がそれで、課題の2は何でしたっけ、はい、課題の2はこれか。2がですね、なんかバーチャルオブジェクトプレゼンテッドアッタセームサイズ、あそこですね。この部分がまあどういうことかっていうのを説明してくださっているものでしたが、はいはいはい、これもまあ皆さん割とですね、説明うまくできてると思ったんですが、うんうん、誰のご紹介しようかって話したんだっけ、愛犬家さんだったか、愛犬家さん、うん、そうですね、愛犬家さん、人間が視覚的に大きさの変化に気がつくことができるのは 3% 以上サイズ変化があった場合である。これがあの JND っていう Just Noticeable Difference、うんうんうん、ちょうど価値差異ってやつですね、うんうん、今回人間は仮想空間上では物体の大きさを実物よりも 5% 小さく評価すると分かった。したがって仮想空間上で実物と同じサイズのものを作った場合には見ているものにはサイズの違いが感じられてしまうということですね、うん、はい、だから 3% サイズ差があるともうあこれちょっと大きさが大きいとかちっちゃいとか気がつくところ、うん、仮想空間では 5% 違って見えてしまうっていうことは、うん、あの気がついちゃうじゃん、いつもとあの本物と同じサイズにする、ね、うんうん、いうそういうことですね、うん、まあ課題にもね皆さんあのよくできてて、あの、ね、あちゃんとこの、はい、割と、うんうん、この PSE と JND の違いっていうのが、うんうん、先週の時は結構ねみんななんか迷ってよくわからんって人がいたので出してたんですけど、うん、今回ちゃんと読み取れていたのでよかったなと思いました。うん、よかったです、うん、はい、はい、そしたらあとは皆さんの質問ですね、はい、ましょうか、まずミゲルさんがですね、その今回の課題の5つのところで、うん、結果の部分ではそのアンダーエスティメーションバイアスという言葉を使ってるんだけど、うん、課題で挙げてた文の中ではオーバーエスティメーションバイアスと書いてると、うんうんうん、でその実際のですね手の大きさと線の相関を持つのが過小バイアスなのか過大バイアスなのか分かんなくなってしまったんだけど、うん、どっちも同じ意味を表しているのでしょうかという質問なんですが、はい、今画面見えているところで、はい、出てます、この左側のところですね、 Figure 3 shows っていうところでは、うん、ポジティブコレレーション between actual hand size and underestimation bias って書いてあるわけですね、うん、ところが、右側では同じことを、ディスカッションの中では、There is a moderate positive correlation between actual hand size and overestimation bias って書いてあって、ね、これは、言葉を使ってる、はい、うん、過小評価と過大評価って言ってるけども、同じことなのか何なのかよく分からなくなった。うん、で僕らもこれさっきなんか、って話をして、よく分からんよねっていう話に。なって、うん、それでさっきからこうあのややこしいややこしい言ってるんですけども、そうなんですよね、うん、これはあのちょっと分かんないですけども、飛来施設はどっちかが、タイプミスだと思います、うん、アンダーエスティメーションかオーバーエスティメーションって揃えるべき話だったんじゃないのかなって思います、うん、けどあのまあ、さっきの、誰さんでしたっけ、イラハさんが書いてくれたように、イラハさん、VR 空間のものを過小評価するっていうことは自分の手を、そうですね、現実の手を過大評価するっていう、うん、してるとも言えるんじゃないのかっていうのも、うん、まあ、そうなのかなっていう気もするので、うん、まあ、どっちで書いてもいいっていう話なのかなとか思うんですけれども、うん、でもそうするとアンダー過小評価と正に相関するんだったらポジティブにコーレートするんだったらば、うん、過大評価とは、負に相関しないといけないはずなんじゃないかとかですね、うん、いろいろややこしいことがあるので、あの
ちょっとややこしくて、うん、で何かしか書き間違いじゃないかっていう感じのね、うん、そういう感じがしますね。はい。で、まあ、もっとさらに細かいことを言うと、なんかアンダーエスティメーションと負に相関してるんじゃないのかなみたいな気もしてくるんですけども、もうなんかややこしすぎるので、多分書き間違いじゃないかなということで、と思います、という意見です、はい、ちゃんとでも丁寧に読んでるから引っかかったということで、そのことはすごく丁寧に読んでとてもいいと思います。はい、で次の P さんがですね、そのフィギュアさんが難しくて丸三角なの記号の意味がよく分かりません、うん、あと PSE は1に近いほど認識した大きさと実際の大きさの差が少ないということでしょうかということで、これもさっき説明、そうですね、はい、した通り、ね、したので大丈夫ですかね、はい、はい、丸とか三角っていうそれぞれの記号はそれぞれの条件ですね、コングルエンとかインコングルエンとかでディスタン、ね、遠いか近いかっていう、はい、なので、まあ、それぞれの記号はそれぞれの条件なので、まあ、それ自体はそんなにややこしい話でもないかなと思うんですが、うん、まあ、ちょっと記号がいっぱい重なりすぎてて、うん、ちょっとずっとして見にくいっていうのはあるかなとは思います。うんうん、そうですね。ずっとして見にくい。あとやっぱり色がね、僕はこう色がやっぱりこれぐらい淡い色で、細い線で示されると、ちょっと色弱気味な人からすると、区別がほとんどつかない。柴田さん、はい、バーチャルの世界での見え方が異なることは分かった。また鏡でも同じようにサイズ感が異なることもあるらしいので、バーチャルの世界で鏡を見たらどのようにサイズ感が変化するか気になった、うん、面白い、ね、面白い視点ですね、はい、すごい混乱しそうですけどね、はい、ぜひ実験してみたら、幸いこういう研究をしている先生が企業にいるということが分かったんで、ゼミに入れてくださいって言ってやってみるとかもありかもしれない、うん、はい、イラハさん、今回の課題の2において自分は上記のように解釈して訳したのですが、 JND の部分など少し理解が曖昧なままであったので、簡潔にまとめるとしたらどのような訳になるのか解説していただけると幸いです。うん、でもイラハさんので十分に簡潔だと思いますけど、もう簡潔にまとめるとしたらイラハさんの回答のようになると思います、はい、いいんじゃないかなっていう、はい、はい、ちょっと今日皆さん、多分ね、ちょっと後で録音確認しますけど音が悪いかと思うんですけども、諸事情でですね、今日平石がですねカラオケボックスから放送しておりましてネットワークがちょっと弱いのか何かで音がところどころ途切れております、すいません、はい、はい、カルタさん、さまざまな大きさの仮想の手を提示していたと思うのですが、はい、それがどのように結果に関わっているのかがよく分かりませんでしたということですけども、うん、これはサイコフィジックス、サイコフィジックス、そうですね、なんかサイコフィジックスの手法がちょっとまだピンときてない感じなのかなと思いますけど、うん、サイコフィジックスって結局もうそのちょっとずつ違うものをこう何度も何度も繰り返し見せて、うんうん、これぐらいの大きさの手はこう、うん、実際のものと同じに見えますか、これだとどうですか、うんうん、これだとどうですかっていうのをこうひたすらやることで、うん、その細かい違いっていうのをですね見つけ出そうというようなものなので、うん、だからそのいろんな差の手を見せないことにはその PSE とか JND がわからないっていう、うん、まあ、そういう手法ということにはなっています。まずそうですね、まあ、例えばJND ちょうど勝ち際ですね、なんか分かりやすいと思うんですけども、うんうん、実際の手の大きさより例えば 0.9 倍のものと 0.95 倍のものを比較してどっちの方が大きいですかっていうと0.95 の方が大きいよねって分かるけれども、うんうん、0.9 倍と 0.91 倍のものを比較すると、うんうん、違いが微妙すぎてどっちが大きいかよくわからないという回答になる、
なんてことがあるわけですよね。で、今回はその、JND が 3% だったってことは、うんうん、0.9 倍と 0.93 倍だと、ああ、0.93 の方が大きいですねって気がつくけれども、0.9 倍と 0.92 倍、だから 2% しか違わないと気がつかないらしいとかですね。そういうことをひたすらたくさん比較、比較、比較、比べて、比べて、比べてってやって、あ、この違いは気がつくのね、この違いは気がつかないのねっていうことを、もうやりまくる。こういうそうひたすらねこれだとどうかでちょっとずつ変えてやるっていう、うん、それでたくさんのものを見せていたというそういうことですね、うんうん、はい。なんかね興味があったら多分心理学専攻とかでですね実験の参加者とか募集することがあると思うので参加してみるといいと思いますよ。そうすると例えばこの今回論文書かれている板口先生も多分実験授業とか取ってらっしゃる出してらっしゃるから板口先生の授業とかを取ると実験参加者募集しますとかいうこともあって、うん、それでいくとですねたくさんこの VR のヘッドセットかぶるっていうのをやらせてもらえますしそれたくさん比較するっていうのを体験してで先生これどういうことですかって言ったら喜んで多分教えてくださるからいいんじゃないかなと思います。ぜひ参加してみてください。うん、はい、はい、さつまいもさん、はい、じゃあ次がさつまいもさんですね。フィギュア3ですね。はい、JND ですね。 JND の方の表についてですが、うん、この表の縦軸の数字がですね何を示しているのかがわからないと。で、うん、PC の意図は分かったけれども JND の実験結果が何につながるのかがいまいち理解できなかったということですけど、まあ、でもこれはここまで解説したことで、まずそのフィギュア3の、はい、そうですね、あ、ただその縦軸の、まあ、単位がこの割合だっていう、あ、そうですね、はいはい、PSE の縦軸はさっき説明したけど JND の縦軸を説明してなかったんですね、うん、だから、うん、JND の縦軸は実際の点の大きさに対しての比率ですね。あ、 0.025 とかっていうのは、2.5% とか 0.03 は 3% っていうことで、丸はこのそれぞれの回答者、うん、参加者の回答なので、うん、全体の平均を取るとみんなだいたい 3% ぐらいのところでがちょうど JND になってますよ。そうですね、うんうん、いうことを表してるっていう、うんうん、でそれが何の役に立つ、まあ、VR の中で、ね、なんかどれぐらい現実の大きさと違うとは違うって分かるかみたいなのが分かったら、うん、例えばそのなんか VR の設計とかするときにも、うん、そこは気をつけないとなみたいなのは、うんまあ、役に立つかなみたいな、うん、2% ぐらいの違いだったらバレないけど、うん、3% 違っちゃうとバレるから気をつけないとなみたいなところで、うんそうですね、まあ、VR の設計に役立つみたいなことは、うんうん、言えるかな、うん、はい、そういう使い方ができるから使い方ができますよっていうことだと思います。はい、はい、じゃあまあ、体験が今のフィギュア3に関する質問で、その手のサイズで参加者を分類して結局にまとめているのでしょうか、うん、ということで、まあそうですね。そうですね。手のサイズで、はい。はい。まあ、あと、丸とか三角の方は実験の条件なんで、まあ、手のサイズと条件とで分類してるって感じかな。うん。うん、YM さん、フィギュア A の中に出てくるプレーでもポストでもない白い丸は何でしょうか。フィギュア A ってのはこの、うん、フィギュア2の A のことかなと思いましたけれども、はい、でそれですね、はい、はい、これ大体の図はですね、図の説明っていうのが、うん、その下に書いてあるんですよね、うん、図のすぐ下に、うん、でそこを見ると、
スモールオープンサークルズインディケートインディビデュアルデータと書いてあるんですね。うん、はい、ちょっと今で、スモールオープンサークルっていうのは、まあ、あの白い丸ですよね。で、白い丸はインディビデュアルデータを示しますよと書いてありますので、まあ、要するにこの白い丸っていうのは、あの個人個人のデータだということがここからわかります。うん、だから、まあ、まずはですね、大体の図っていうのは、この図は何かの何は何を説明してますよっていうのを、この説明として書いているので、うん、そこを読んでもらうと、うん、あ、この白い丸はこれかみたいなのは分かりやすいかなと思います。うん、はい、まあでも、あとはあれですね、YM さん、のこのインディビジュアルデータっていうのが一体何のことかよく分からなかったっていうことかもしれなくて、うん、それはあるかもしれないですね。それはあるかもしれない。うん、で、まあ、今回について言うと、各回答者ですね。各回答者、うん、まあ、各参加者ですかね、参加者個人のデータ。のことを示してますよ、うん、という意味です。はい。はい、じゃあ YM さん。次がですね、もちさんが VR という新しいジャンルにおいても、うん、心理学という学問が生かされているのが面白いなと思ったと。で、サイコフィジカル、うん、サイコフィジクスですね、という単語が論文中にも出てきたが、うん、作詞なども、錯覚などもその一つなのだろうかということなんですけど、うん、でまあ、錯覚、錯視の研究ってまあ、ね、うん、心理学で行われているものですけど、うん、だからその錯覚の研究すべてがそのサイコフィジックスってことではないんですが、うん、の錯視の研究をやってるサイコフィジックスの人っていうのはあのたくさんいると思います。そうですね、あのほら丸の大きさがちっちゃく見えたり大きく見えたりだっていう錯視とかがありますけども、うんうん、あのあれがこうそれこそ例えばどれぐらい差があるとこの、錯視が生じるのかとかね、うん、あの物理的なちょっとずつ、ね、大きさを変えてとか変えてみるとかね、うんうん、まあ、あとはあのちょっと話して、うまく書けるといいけれども、あとこれじゃないや、あのミュラーリア錯視ってあるじゃないですか、はいはいはい、こういうやつ、あの、うん、こういうやつありますよね、あ、間違えた、こういうやつ、なんかあんまり綺麗じゃない、もう一回書き直そうか、ちょっとよくわからなかった、こういうやつですね、あの長さが違って、はい、同じ長さなのに、上の方が長いっていう、うんうん、やつのこれの角度ね、うん、ここの角度、この矢印の角度がこれとか変わってくると、うんうん、ちょっとすいません画面が吹っ飛びましたけど、角度が違ってくると錯視がね、例えばまっすぐだと絶対こう生じないわけですよね、だから、うん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 、これぐらいとこれぐらいでも生じるのかみたいなね、このやつをいろいろ変えてみて、うん、同じになる角度を調べるなっていうと、これはサイコフィジックスによる錯視研究、ね、うん、ちょっとずつ変えてね、いっぱい判断するみたいなやり方で可能ですね、うん、はい、っていうのをやってるっていうのはあります。はい、錯視研究もだからサイコフィジックスを使った錯視研究っていうのも結構ありま、たくさんあります、うん、あると思います。はい、はい、で次ですね、いちごミルクさん特にありませんということですが、うん、質問するというのが課題なので、あの、うん、何か質問はしてください。はい、あの大変疲れてしまったという時もあるのは分かるけれども、まあ、そこまでが課題なのでね、はいはい、課題なので質問するっていうのが課題です。はい、はいはい、抹茶ラテさん、本文と実験そのものへの理解が足りなくて持つ質問であるかと思いますが、手の大きさという重要要因は最初に設計した3つの要因、3 factors were manipulated に該当しないのに、3つの要因ではなく手の大きさのみに焦点を置いた追加実験を行わなくても大丈夫ですかということですけども、あのこれはすごくいい質問で、ダメです、うん、あのはっきり言ってしまうとダメです、ダメっていうのはあのダメっていうとなんか言い過ぎなんですけれども、今回その今回の研究の中では別に
に。そう、うん、で今回手の大きさによってそのオーバーエス、まあ、アンダーエスティメーションの程度が違うっていうことが示されたって言ってるんですけども、それはもう最初からそこを見ようと思って作ってた実験ではないので、うんうん、後からいろいろたくさん分析した中でこういうパターンが見えたよっていう話なので、じゃあそれ本当なのかもう一回データ取り直して、つまり追試ですね、あのリプリケーションとか言いますけども、うん、追試をして確認しないと、それがどこまで確実なことかは、言い切れません。だから今回の結果からは、こういう可能性があることが示された、まあ、僕らよく使う言い方ではサジェストされた、うん、示唆されたなって言いますけども、うん、示唆されたってことは結論として断定はできないけども、それがあるかもしれないね、もうちょっと調べてみようっていう、まあ、なんかそういう、うん、そういうことが分かったっていう話であって、もう確実にこうだって分かったっていう話ではないです。だからあのマチャラッツさんおっしゃる通りに、あの手の大きさに焦点を置いた追試化実験を行うべきです。もう一回やりましょう。それは今回の研究とはまた別にですね、次の実験としてやって、で、まあ、それでこう結論が出せるっていう、そういう話に、はい、なると思います。いいところを指摘してくれました。はいはい、柏さん。で、柏さんですね、そのレッツトゥグラスムーブメンツウィズアプローチハンドの2つの条件のユイサイト、ユイ数字の 0.05 という設定がどういう意図なのか分かりませんでしたということなんですけれども、うん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 、このところですね。これは、はい。Significance level was set to 0.05 ってことですけども、これは、いわゆるあの、帰無仮説検定っていうものをやってるっていう話で、うん、仮説検定の細かいちゃんとした話っていうのはあの統計の授業で、少なくとも1回あの1コマ使って説明しないと、というような話なので、あの雑な言い方をします と、まあ、2つの条件があったときに、何かをやったときに必ずこうちょっとした差は生じてくるわけですよね。で、うん、まあ、今回の例でうまく言うのは難しいけれども、なんだろうね。今回の例でですか？今回の例でっていう、ちょっとこうパッと思いつかないんですけども、うん、あのね、まあ、例えばあの全然違う例ですけども、あの、うん、そうしましょう。慶応の学生の平均身長と早稲田の学生の平均身長っていうのを慶応から100人、早稲田から100人、参加してもらって身長を測って調べたらば、慶応の平均身長が 170.5 センチで早稲田が 170.8 センチだった。で 0.3 センチ差がありましたねっていう時に、いやその 0.3 センチぐらいはたまたまでしょうっていうふうに考えるのか、うん、いやこの 0.3 センチっていうのはあの意味がある差なんだって考えるのかっていう、ね、うん、なんか早稲田の学生の方が身長が高いって言い切れるのかっていう、言っちゃっていいのかっていう、うん、はい、そういう問題があって、うん、その時にあの仮説検定っていうのをやると。で、うん、そのと、まあ、でこの 5% って何かっていう話をこうすると難しいんですけども、まあ、0.3 センチの差よりも 0.3 センチもしくはそれ以上の差がたまたま生じる確率は 5% よりもちっちゃいですよってことがいろんな計算をした結果導けるようだったら、早稲田の方が背が高いと言っていいですよってことにしましょうっていうですね、そんなあの分析をするんですよ。でその時の、まあ、基準っていうのとして 5% っていうのを置きましたよっていう話、うん、で、あの、まあ、心理学なんかは基本的にここは 5% ですよね。あのそうですね、うん、ベースライン
で、シグニフィカントレベルっていう、だから、シグニフィカンスっていうのは、だから、和さんの方が高い、背が高いって言っちゃっていいっていうですね、その時の基準っていうのが 5% っていう、うん、ものだっていうことで、うん、まあ、一応、5% にしたよってことをちゃんと説明してるっていうところです。うん、まあ、なんで 5% かっていうと、うん、まあ、なんか、慣習的にそういうふうになってるって感じですかね。そうですね。まあ、フィッシャーが言ったからっていう、うん、フィッシャーっていうですね、まあ、天才が過去にいるんですけど、天才が、言ったからっていうのが大きいところですけども、あとは、分野にもよりますよね。確かにね。うんこの間経済学絡みのですねシンポジウムですねなんか呼ばれていってですね、はいはい、話をさせられたんですけども、うん、その時になんか聞いてた感じだと経済学で 10% も結構採用するっぽかったですね。あ、うん、だから僕らは 5% で優位だと星を1つつけるみたいなことをするんですけども、うん、経済ではなんかですね 10% で星を1つつけてるっぽかったですね、うん、いやそうなんだっていうそんな違いがあったり、うん、分野による違いもあったりします、うんうん、これ以上詳しい話はちょっともう統計の授業を受けよう。そうですね。もしくは統計の本を買って読もうっていうそういう話、うんになるかと思います、うん、はい。でも興味を持ってどういうことだろうって聞いてみようと思ってくれたことはすごくいいことです、うん、はい。質問のが悪い質問だったからってことじゃなくて説明するのにちょっと時間がなくて難しいからっていうことで簡単な、うん、説明になっているというだけで興味したらとてもちゃんと興味を持ったことはいいことだと思います。はい。で最後、芋けんぴさんですね。6ページの Under Estimation of the Virtual Hand の部分で述べられていた Environmental Cue について、うん、現実世界には周囲にいろんなものとか背景があるんだけど、仮想空間にはそれがないから対象物の大きさを正確に認知できないということでしょうか。この部分がさらっと流されてしまっていたので気になりましたということで。はいはいはい。なんでバーチャルの手が小さく判断されるかっていう理由として、なんか仮想空間には何も参照するものがないからかなみたいな感じです。割とさらっと書かれてたとこなので、うん、そうですね、まあ、ちょっとうんってなるのは分かります。で僕らも最初うんって思ったんですけども実はね思ったんですけども、うん、ちゃんと読み合わせですね、ここにこう書いてあるんですね。It has been known that reduced cues for visual perception causes perceptual changes of distance and results in underestimation of object size in PEs. PE っていうのは physical environment ですから、現実の世界ですね。そうですね。現実の世界で周りにこう手がかりになるものがないと、こう物の距離だとか物の大きさっていうものをアンダーエスティメイトしてしまう傾向があることが分かっているらしいんですね、うん、もう1966年から言われているって書いてあるんですね、この論文を見ると、うんうん、だから、現実でもだからこう真っ白な部屋とかにこういきなりいられて、でなんかこう、うん、コーラの缶が一つだけ置いてあって、で触ったりしないでコーラ、うん、いつものコーラと比べて同じサイズかどうかって言われると、ちょっとちっちゃく見えちゃうっていう話ですね、きっとアンダーエスティメイトしちゃう、うん、だから、バーチャルリアリティの空間も本当自分の手だけとか甲羅感だけとか出てきて、うん、周りに何もないから、同じようにアンダーエスティメイトしたのかもしれないね、うん、ということを今回ここでは言ってるという話だと思います、はい。さらっと流さないでちゃんと丁寧に読んでくれて質問してくれて、ね、大事なところに引っかかってよかったと思います。はい、僕らもおかげで読み直してですね、あ、なるほど、そういうことだ、ね、そうそう、最初なんかこれさとかいうふうにちょっとねこう言ったんですけど、どういうことだろうねみたいな感じで言ったんですけど、ね、なんか全体的にどうせ小さく見えるんだったら、ね、なんか参照にするものがあってもそれも小さくなるから一緒じゃないのとか思ってたんですけどね、うん、どうもそういう話ではないということですね、うん、はい。じゃあこの VR の論文はここまででよろしいですかね。はい。はい、じゃあ次は犬ですね。犬です。犬をやろう。はい。ということにしました。まあ、ね、
紹介記事では、あの、なんか天才犬はいるっていうですね、そうですね、タイトルがついてますけれども、はい。まあ、それはあのまた皆さんに配布しますので、うん。ちょっと出てこないです、ね。出しますか。いや、まあ、いいんじゃないですか、配布。まあ、いいかな。はい。まあ、あの皆さんに、記事は配布するので、うん、論文はこちらですね。Scientific Reports のこんな9ページぐらいの論文ですけども。はい、うん。で、ちょっとこれですね、今までの論文と構成が違っていて、今まではそのイントロでメソッドが先にあって、で、リザーカッションっていう作りになってたんですが、今回はあのイントロの後、いきなりですね、結果になってて、うん、そうそうそう、でメソッドが一番最後の方に載ってるという形になってるんですが、うん、ただまああのメソッドを先に読まないとリザーカッションでも何やったか分からなくて、うん、あまり理解できないと思いますので、うん、今回ですね、まずそのイントロをざーっと読んでってもらって、うんうん、2ページ、そうですね、2ページの終わりの方ですね、ぐらいまで読んでってもらって、リザーツの前までですね。そうですね。はい。で、あとは。で、そこまで読んだら、5ページかな ?5 ページ。そうですね。5ページの終わりの方から始まるメソッドに一回飛んでもらって、で、そのメソッドを読んでもらいます。サブジェクトとかですね、そのトレーニングとかテストとかの読んでもらって、で、7ページのですね、データアナリシスよりあとは、まあ、次に回しますので、その7ページのデータアナリシスの前までですね、うん、という形にしたいと思います。はい、あ、もちろん、全部読みたい人はあの全部読んでもらっていいですけど、一応今回の課題の範囲としては、それをですね、はい、読んでもらうということにします。はい、イントロダクションとメソッドのところのデータアナリシスより上まで、はい、ということですね、うん、はい。はい。で、その上でですね、まず一つ目の課題は、アブストラクトでもですね、その34匹のナイブファミリードックスと6匹のノレジャブルインディビデュアルという表現がですね、あるんですけれども、うん、このナイブファミリードックスとノレジャブルインディビデュアルっていうのの違いをですね、まあ、簡潔に説明してください。うんうん、それは課題の1ですね。はい。1つ目、はい。これ何なのか。はい。うん。で、2つ目はですね、どこだったかな ?for instance。これですかね。1ページ目の。そうですね。ちょっと、あれですね。1ページ目の終わりの部分ですね。No, for instance, where in general musical performance varies continuously, うんぬんというところで、そこで、クオンティテイティブとクオリテイティブというですね、言葉が出てくるんですけれども、うん、そのクオンティテイティブとクオリテイティブという2つの違いに気をつけながら、この箇所の言ってることをですね、ちょっと説明していただければと思います。うんうん、結構このクオンティティブとクオリテイティブが具体的にまあどういうことかっていうのをちょっと気をつけながら説明していただければと思います。そうですね。まあ、この論文、まあ、それぞれになんか直訳の語を当てることは可能だと思うんですけど、それだとちょっとわからないかなと思います。はい。で、まあ、この論文 の、 あの来週というか、2回目以降のですね、後半部分読むときにも、この
クオンティテイティブとクオリテイティブの違いっていうのが結構鍵となってくることだし、うん、まあ、イントロダクションの中で他にもちょっと触れてるところがあって大事なポイントですし、あといろんなこう研究の話をするときにもこのクオンティテイティブとクオリテイティブの違いって大事なポイントになってくるので、うん、今回そこを抑えられるといいかなと思っております。はい、はい、なんかまあちょっと具体的にどういうものかなっていうのをちょっとよく考えてみていただけるといいかなと思います。はいはい、そうですね、はい、具体的に説明してください。うん、あとは、課題3、また一つ質問ですね。はい、はい、何か一つ質問をしてくださいということですね。はい、じゃあ、犬の論文をみんなで読みましょうということで、はい、読んでいただければと思います。はい、はい、じゃあまた次回、はいはい、次回ということでお疲れ様でした。また次回、はい。